ルヴァンカップファーストレグ、正直悪くはなかった試合内容だったので残念としか言いようがありません。試合巧者のサンフレッチェの術中にはまったということなのでしょうか。なぜあの失点シーンのあの時あの瞬間気を抜いてしまったのか、なぜあんなエアポケットができてしまったのか。90分通して広島にはチャンスらしいチャンスはほぼほぼ作らせてなかっただけに、このファーストレグもったいなさすぎます。勝てなくともドローには持っていけた試合でございました。攻撃もオフサイドで未遂となった2つのゴールや、ディフェンスからの縦パスに長い選手が抜け出したシーンなど、なんと運のないことか。圧倒していたとは言い難いですが、勝利していてもおかしくなかったゲームではありました。終盤も終盤、新外国人カラバリ選手登場でございましたが、時間が少なすぎてよくわからず、シャドウに入ったのかな？攻撃が魅力の選手なのですかね。スタメンで出るにはまだコンディションが整っていないようです。とにかく本日は敗戦。向こうのゴールキーパーも大当たりの日でした。日曜日現在超絶好調中の広島から2点を取るのは至難の業でしょうが、なんとかセカンドレグでの勝利を我々は信じるしかありません。死に物狂いで戦ってくれるはずです。選手たちを信じましょう。監督を信じましょう。